スターチャンネル解説の木村奈穂子です。これからご覧いただきますのはバイオハザード3、ミラ・ジョヴォヴィッチ主演のヒロインアクションホラーのヒットシリーズ3作目、2007年のアメリカ映画です。そもそもテレビゲームソフトから2002年に映画化が始まりましたバイオハザード。このバイオハザードの意味は生物災害、いわゆるウイルスによる災害なんですね。細菌兵器の開発を極秘で行う巨大企業アンブレラ社で研究中の T ウイルスが漏れてしまったことから始まるという恐怖。なんといっても凶悪なクリーチャー相手に主人公のアリス・ジョヴォヴィッチの回しゾンビ蹴り、飛びゾンビ蹴りの暴れぶりがこれでもかというファイティングパワーで一作目から本当に痛快でした。さあパート3は T ウイルスの汚染が食い止められず全世界へと蔓延しております。これまでの1作目2作目とは背景が違いまして、砂漠を舞台にしたマッドマックステイストなんですね。ウイルスは自然を破壊し、地球は大量のゾンビが徘徊しています。これまでの息つく間もないアクション展開からしますとテンポはやや遅くなりまして、演出はむしろ映画的と言えます。さて悪の根源アンブレラ社では大量に複製したアリスを使ってゾンビに対抗する手段や血清を作る実験を繰り返しているんですが、さあクローンアリスが何人も登場する新たな戦い、アリスに安息の地はあるのか。この作品のシリーズを通してのパワー、それは女優ミラ・ジョヴォヴィッチの取り憑かれたように演じる気迫ですね。映画ジャンヌ・ダルクもそうでした。バイオハザード3、最後までお楽しみください。後ほどお会いしましょう。